それで、
実は、実は大事だよ。で、結局、イスラエルを守るというのはアメリカの大事な利益になっているので、それから、まあ、全員のこともあったり、それからテロとの戦いというようなものに、まあ、できた反動してほしいというのもあると思うんですね。で、この反動期間をかけて、どういう戦略が、どういう政策ができるかというと、それはもう、非常にいろんな色合いが、生まれる可能性があって、イスラエルとの関係を切ってしまうとですね、どのぐらいのマークをやって、まあ、厳しく当たる政府になるか、まあ、そんなことを巡って、今、世界中 の、 その外交とですね、それからもしかしたらスパイレット付きがですね、この問題を巡って、もう戦いを続けている、まあ、始まったかいということですね。でも、それが今のところではイスラエルとの関係が、はい。そうなんよね。じゃあね、うち、有給の1ヶ月伸びたんですけど、朝までかすですね。それで、外で冷凍みたいな、通常可能性ができたから、それで、うち自身が、すごい先進して、すごい、なんか、ぶわーらなかんとかあるやん。そこだけが心配には。そう、防御状態ですね。もともとアメリカはまだあるやん。こういう形で、運動を結構したのか、これを発表するのか、実はこれからの反発は、エジプト、そして中東全体、そしてたら、世界の管理方、政府の設定する反発に、次は、政治です。小川元代表の処分問題なんですが、記者はなかなか、お手頃に行きます。決して小川氏に自発的な離党を促しても拒否された菅総理、自民党はこれを受けて党の役員会で小川氏を裁判が終わるまで党員資格停止処分とするよう常任幹事会に提案することを決めました。小川氏の行政の最終の今日、壇上に立った民主党の小川元代表は、日本は世界でどのように生き延びるべきかについて、日本人の解放というのは、足りない全体意識でありますし、誰が決めたかわからない意識になっています。誰が決めたかわからなければ、責任を取る必要はない。なんとなく決まって、なんとなくこうだし、話になります。話し合いによる馴れ合いの構造を急激に違います。全力の悩みを書いてた。その小川元代表本部で行くのは、今日の民主党役員会で、まさに話し合いによる庶民の構造となります。これに先立ち、小川市議会議員では、岡田幹事長のもとを訪れ、庶民を行わないようにしています。今は予算案と関連法案の成立を入管させるですから、処分どころではないとする議員会です。岡田幹事長は気持ちは分かるが、役員会の決定には従ってほしいと答えたということです。事件の判決が、政府の中で本当にした政治処分を取ることができそうです。かなり処分のご調整があるとか、こうした中、来年度の予算関連法案は、与野党の攻防が本格化しています。民主党の安住国会対策委員長が、おととい予算関連法案のうち、野党が賛成する法案を取り下がって予算に提出し、年度内に成立を目指すことを示唆しています。予算と我々の一緒に政府で問題を関連して、野党の対決をするという意味で、我々にとって、いろいろな話し合って、こういう政策を得られているから、政策とかでいいやり方がいいんであります。その安住国会委員長が、今日野党6党の国会委員長と会談を行い、関連法案の審議に協力を求めました。いやいや、もうこんなとかで、カメラの投資、国会のあり方なんです。
とママもお稽古のこと考えておかないと。大丈夫、早すぎた。優しく備えるって。中心タイプの医療保険、日本の技術が保障されるし、現地医療の保障もちゃんとついてる。それで、ママはお手伝いだから、月々2622円を出し、以上。詳しいことは、みんなに電話して、治療を受けていて。先週金曜日、日本ボクシング界に新たな歴史が刻まれた。かつて世界2階級を制した井岡弘樹をお手に持つ。井岡勝つ。お見せは、勝ち方の勝利を。はい。チームのスタート完了ともに。この勝ち方はまさに、衝撃の一言だった。サッカーの香川真司、卓球の福原愛、体操の内村航平、そしてボクシングの井岡一翔、スポーツ界の黄金世代にまた一人新たなスターが誕生した。先週金曜日でしたけど、見事おしゃべりに進出して2万9000円くらいで、ヨーロッパの井岡一翔です。よろしくお願いします。そしてこの人はおじさんでジムの会長でいらっしゃる井岡弘樹さんにもお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。まずやっぱり実感というところから聞いてみたいなと思うんですけど、チャンピオンになったという実感はどのあたりで。まあ、やっぱり今まではやっぱその将来というか未来のチャンピオンという形で過ごす状態が多かったんですけど、このチャンピオンと言われるとすごい自分自身気持ちがいい。そうかと言われると、そういうね、ああ、俺、チャンピオンになったんやっていう、そういうね、はい、言われてきました。180度変わりました。わ、それは全く今までに、ね、はい、特にスポーツチームに、どうして考えられますか。はい、本当にプレゼントしてもらいたい。いや、まあ、考えると、はい、やっぱり、短期精神でチャンピオンを勝ち取ったものだけに考えられる、それは。いや、僕も欲しいですね。そうですよ。思いますね。思いますけど、会長ですから、会長ですから、こんなこと言いたい。今、困ったら言うことができるから、そこで見に行っていただいたんで、ボケたら突っ込んでよろしくお願いします。どうなる幸せですか。いや、もう、チャンピオンってどういうのって、ボクシングのチャンピオンって、だって、あんまりそうしてなかったからね。はい。それは一回してチャンピオンとそこで実際してるような。あ、ベストっていうか。いや、前の前チャンピオンに返す、また自分の新しいベルトが届くまでは。しばらく待ってますか。あ、ないです。回転で、本当に強い回転で。強いですか。余裕って本当にないですか。余裕って本当にないですか。それで、リーマンというマッチングショットを考えてますけどね、実際これが出てきて、じゃあ初めてって、シーンダウン7つぐらい、はい、なぜ持ってないの。まあ、少しリズムというか、やっぱ挑戦者なんで、ここでちょっと流れを深めたかなっていうのは思いました。なんか余裕はありますよね。はい、相手が簡単ですので、ね、相手がロックの一番ダメです。誰かリングを強くしてしまうと、出てこなかったです。それを実践ができてまいりました。最初のこのグラウンドのトッピングを見てましたけど、はい、こういった風に、出会いで考えないと。